こんにちは、大宮です。今日はタグ本屋カレラクロノグラフトゥールビヨンを紹介していこうと思います。彼らの60周年を記念して登場した新作モデルの一つ、初代彼らを思わせるクラシカルなグラスボックスデザインに複雑機構トゥールビヨンを搭載したコンプリケーションです。今回の動画でははじめにウォッチボックス、ウォッチのサイズやケースについて紹介します。そしてダイヤル、ウォッチの裏側、ストラップの解説、最後に実物に触れてみた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、外箱にはタグホイヤーのロゴが大きく記されています。内箱であるウォッチボックスはしっかりとした作りで、外箱と同じくシンプルなタグホイヤーロゴが印象的です。表面にはテクスチャー加工が施されており、スポーティーな質感になっています。ボックスを開けると中にもロゴが入っており、厚めのクッションとともに時計が収められています。そしてボックスの下には取扱説明書、ギャランティーカード、コスク認定書が入っています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはタグホイヤーカレラクロノグラフトゥールビヨンです。1963年に発売されたカーレースのロマンとスリルを体現したホイヤーカレラ。今年2023年に彼らの誕生60周年の記念モデルとして発表されたこのタグホイヤーカレラクロノグラフトゥールビヨンは、初代彼らを思わせる要素を取り入れながらさらなる装着感の良さを追求しています。60年を経てもなお失われない偉大さが感じられる彼らの60周年アニバーサリーにふさわしい佇まいです。ダイヤルの 6G1 から複雑機構トゥールビヨンのケージが眺められる、スポーティーかつ高級感のあるコンプリケーションモデルを紹介します。それではまずケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 42mm です。ケース素材は堅牢なステンレススティールを使用しています。60周年記念モデルに合わせてケースデザインも人間工学に基づいたアップデートが行われました。わずかに下向きの曲線を描くラグが手首に寄り添い、高い装着感を生み出します。柔らかなカーブを描いたフランジの上をドーム型のサファイアクリスタルがダイヤルの縁までぴったりと覆っています。このドーム型風貌は1970年代の彼らに見られるヘサライトガラスからインスピレーションを得たもので、グラスボックスと呼ばれています。シームレスにケースと一体化する風貌も新たに開発されたタグホイヤーカレラの特徴的なポイントです。ラグがポリッシュ仕上げなのに対し、ケースのサイド部分は筋目状のサテン仕上げが施されています。絹のような高級感のある質感を楽しめるだけでなく、細かい傷もつきにくいです。 3G1 にある円筒形のリューズの頭部分にはタグホイヤーのシールドロゴがしっかりと刻まれています。その上下にはクロノグラフを操作するための伝統的なポンプ型プッシャーが備わり、レーシングウォッチらしさを演出しています。次はダイヤルについて詳しく見ていきましょう。ダイヤルはタグホイヤーカレラに特徴的なサーキュラーサテン仕上げのブルーのダイヤルで、見返し部分が山のように盛り上がった独特な形状をしています。これは1963年の初代彼らが取ったダイヤルとベゼルの間にあるメタル製のリングであるフランジを大きく取り、そこにインデックスを配置するという斬新なアイデアを再解釈したものです。このフランジとグラスボックスの採用により一貫性、視認性が向上し、スケールの端まで歪みなく見られます。その他の点でも同時に発表されたタグホイヤーカレラクロノグラフと基本的なフォルムは共通していますが、細部にトゥールビヨンモデルならではの個性が現れています。フランジにはタキメーターをつけず、シンプルなミニストラックのみを配置することで鮮やかなブルーダイヤルをより広く見せることに成功。 6G1 から見える1分間に1回転するトゥールビヨンキャリッジの動きに集中することができます。フランジの盛り上がり部分もトゥールビヨンの開口部に合わせて切り取られているため、精巧なキャリッジの存在感がより一層増しています。秒針およびダイヤルの外周に備わっているスケールに使われている鮮やかなオレンジ色がブルーのダイヤルの上で際立つダイナミックなデザインを際立たせています。
この三角形を縦に引き伸ばした形の秒針は1960年代のレースカーのダッシュボードをモチーフにしています。トゥールビヨンキャリッジで使われている人工ルビーの赤色もダイヤルのカラーに合っています。トーンオントーンのブルーサブダイヤルには同心円の筋をつけるアスラージ加工が施されています。スケールリングにはシルバーを採用、ブルーとシルバーのコントラストが強調され読み取りやすさも抜群です。中央に筋の入ったシルバーのアプライドインデックスは12時位置のみ2倍の太さにすることで視認性を向上させると同時に左右対称なデザインを強調してもいます。フランジの盛り上がりに合わせてインデックスもやや曲げられているなど細部まで繊細に調整されています。アワーマーカーと自噴針には蓄光塗料のスーパールミノバが塗られているため暗い場所でも活躍してくれるでしょう。次はウォッチの裏側を見てみましょう。ウォッチの裏側はシースルーバッグになっており、エレガントな仕上げが施された自社製キャリバーをじっくりと眺めることができます。搭載されているムーブメントは自社製造のトゥールビヨンムーブメントキャリバー TH2009 です。トゥールビヨンは重力によってヒゲ千枚がたわむことで生まれる誤差である姿勢差を極限までなくすために考案された機構です。雁木車、アンクル、添付一式が組み込まれたキャリッジを常に回転させておくことにより姿勢差を分散させる仕組みとなっています。製造と調整には熟練した職人の技術が必要とされるためマニファクチュールを象徴する複雑機構として知られています。フランス語で渦を意味する名前の通りにトゥールビヨンキャリッジが渦を巻くように滑らかに回転する動きがウォッチの見た目の美しさも高めています。裏面ではトゥールビヨンの動きは見えませんが、タグホイヤーのシールドロゴの五角形を模した個性的な形のローターのサテン仕上げやブリッジに施されたコートとジュネーブ装飾などムーブメントの精巧な仕上げをじっくりと堪能できます。スイスの公式クロノメーター検証機関によるコスク認定を取得し高精度を保証、パワーリザーブも実用性十分な約65時間も誇ります。続いてストラップについて見ていきましょう。ストラップはダイヤルカラーとの統一感があるブルーのカーフスキンストラップが採用されています。細かなステッチの糸の色までブルーで統一されているため落ち着きがあり、とてもスマートな印象です。バックルはステンレススティール製でプッシュボタン式のフォールディングバックルです。シールドロゴが刻まれたバックルはロゴと調和する五角形のフォルムをしています。防水性能は 100m 防水となっております。今回のタグホイヤーカレラクロノグラフトゥールビヨンの感想ですが、これは実際に触れてみるととても魅力にあふれたウォッチだと感じました。特にダイヤルの6時位置に設けられたダイヤルの端まで開口部が大胆に開いたトゥールビヨンのケージはまるで飛び出しているような印象を受けてとても目を引きます。デザインのブラッシュアップが行われたケースは腕に乗せてみるとレザーストラップのしなやかさと相まって快適にフィットし、とても付け心地がよく感じました。程よい重さを感じられるこの時計はエレガントでクラシカルなイメージを演出してくれるのではないでしょうか。初代彼らのクールなフォルムを受け継ぎながらアップデートされたグラスボックスを採用していて、クラシックでありながらも視認性にも配慮しているレーシングウォッチとしてのこだわりを感じました。コスク認定を取得し高精度を誇ります。そして約65時間のロングパワーリザーブを実現し、100メートル防水と実用的で日常でも愛用できるトゥールビヨンウォッチだと思います。トゥールビヨンを気兼ねなく使用したい方、上品なスタイルに合わせたい時計をお探しの方にもおすすめしたい一本です。お取り扱い店舗は大宮、和歌山本店、心斎橋店、鹿児島店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。国際保証は2年間となります。マイタグホイヤーアカウントにマイウォッチを追加していただくことでお持ちのアイテムに関する重要な情報にアクセスすることができます。高性能なウォッチを少しでも長くご愛用いただけるよう、対象モデルに限り無償でサービスが受けられる国際保証の期間が5年間に延長されます。ということで今回はタグホイヤーカレラクロノグラフトゥールビヨンについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしいウォッチのリクエストを教えていただけますと嬉しいです。
それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。